爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。いよいよキックオフです。ロコベネック、ワンツー、ピレス、これはピンチ、ここで折り返す。流れを止めた。ジーダン、ヘッドでパスを送る。出た、ピレス、フリーにさせてはいけない。中へ上げる。ヘッドでつなぐ。アンディ、ジョルカエフ、シャガツなパス交換。ロコベネック、シュート、ご覧ください。蹴り込んだ。ポポフスキー、ジョルカエフ、主審ファールを取りました。野本いい、おっと、これはイエローでしょう。冷静にプレーしてほしいですね。ジダン、ヘッドでパスを送る。ここでシュート、ピレス、デサイ、ヘッドで、スローインです。ベルマ、これはゴールキック。あー、これはもったいない。ちょっと力んでしまいましたね。アンディ、前半戦終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦キックオフ。ビエイラ、ポポフスキー、果敢にスライディング、ネトレト、
いいボールが出た。プティ流れを止めた。グリネラ、危険なタックル。ジダン、リザーブの選手が体を動かしています。おっと、ファールを取られました。ケマー、これはイエローカード。熱くなるのはまずいですよ。選手の交代です。プティ、危険なタックル。ルブ、おっと、これはイエローでしょう。これは相当激しく痛がってますね。いやー、これはちゃんとボールに行ってたんじゃないですか。そうですよ、闘志あふれるプレーこそ我々が望んでるものなんですから。キーパーが指示を出しています。キャッチできない。空中戦、これはちょっと危険なプレーでした。プティ、マケレレ、折り返した。オフサイドの網にはかからない。ビエイラ、スペースを埋めます。スライディング、スローイン、抜かれた。誰に合わせるのか。コーナーキックです。ボールを競り合う。ここで試合終了のホイッスル。虎の子1点を守り抜きました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。実に素晴らしい試合だったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。